ジアンです。本日、イーフットボール2022ドリームチーム、ディビジョンリーグの方がね、フォーズ4か、残り1試合で残留は確定して、勝てば昇格ってとこで、ディビジョン4昇格できるかっていう試合をやっていきたいと思います。一度ディビジョン3に上がって1回落ちたディビジョン4なんだけど、なんか1回目よりも結構苦戦して、まあ負けてももう一度ディビジョン4だけど、絶対勝ってディビジョン3に上がりたいなって思ってます。最後3連勝しなかったらもうディビジョン4確定、保留というか降格の可能性もあって、そっからの2連勝で今この状態だから、絶対勝ってディビジョン3行きたいなと思います。保留はなんとか確保したんでね。 相手はカシュアレーソル、ちょっとパワー低かったけどサブアカの可能性もあるから、結構前線普通だな。マテウス絶好調か、マテウス使うか、ピルロ使いたいんだよな。でも、まあでもマテウス使うか。全部プラス2なんだ。まあマテウスかな、そうなると。全部絶好調。全部じゃないけど。インシニア後半投入するして。まあでもピルロ使いたいな。まあマテウス信じるか。いや、後半マテウスよ。後半マテウスでいく。いや、マテウス先発するか。イニエスタは先発。マルディーニ、まあ、ロマーリを入れるか。これでいきます。相手のメンツは？ああ、ノーマル選手も何か混じってる。チームパワー、チームパワーでは負けらんない相手だね。ワンチャンギブアップあるぞ。プージョルいたからサブアカじゃない。ああ、いや、まあ、でもサブアカの可能性あるか。昇格のためにはこの最終戦での勝利が必須です。ロベカルいたよな、確か。大事なゲームを迎えます。本日のゲーム立ちは上がり大事、立ち上がり。キックオフを。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。いっイけ、ニエスター拾いたい。引いたところ。シュートはダメだな、あれで。ディフェンス陣のスあキルをの見体勢逃でさシュなートはいダいメだプレーよでした。な。積極的に前からイプニレエススタをかでけ決ていっめたるこのとがによっベストだったて、こういったチャンスが生よな、今まれてくのるんですよは。ね。カーンコントロールか。のための守備っていうのができてますよね。カーンいるんだ。ムバッペ。ムバッペか。マケレレ。イニエスタ。これは届くか。いや、イニエスタと審判流しました。ないですね。シュート。ああ、サバル。ダメだ。さあ、やー一ばい、気にカウンカウンター食らっター。スルーパス。おしと、し。これはつながりません。ジョアン・カンセロ、スペースを使う。マテウス、ここ来ましたよ。マテウスいいぞ。丁寧に足元を使う。やばい。おし、うわ、くそ。ソン・フンミン、厳しくお、ナイチェックします。ス、ナイス、ナイス。浮き球を選マ択。テウスじゃない、ロマーリオ取れ。
メイソンマウント。オッケーオッケー。さあ裏を狙って先制ってほしい。行きましたがこれは通りませんでした。ジョアン・カンセロ。ルンメ逃げ。ダメ。インターセプト。やばい、カウンターくら。カウンター早いでしょ。ソン・フンミンからムバッペ。ムバッペからターテのボール。オッケーオッケー。ケレレ。ここまでは両チームとも連敗で、時間は前半中盤に差し掛かっています。あれなんで。ここは繋がりません。イニエスタ。なんでそんなパス。なんかガンガン鉄筋に取られるんですけど。さあカウンターのチャンスになります。ムバッペ、ここかわす。これはなんで敵に。危ない危ない。ノイアー。このボールをインターセプト。どうだ。危ない危ない、激アツな試合で負けられないんだよな。相手もノーマル選手多数のチームに。このファーストハーフ最初のコーナーキックは柏。クリア、オッケー、マイボール。おしおし、いけ、イニエスタ。このパスが抜ける。さあイニエスタ、自分で行く。シュート。オッケー、ナイス。ルンメニゲ。ルンメニゲ、フリーの状況を作ってしっかり決めてきました。しっかり守る、しっかり。ラストパスからフィニッシュまでの流れが素晴らしかったですよね。時間にすると、ナイス。ないような一瞬の判断なんですけど、ルンメニゲ強い。お互いのイメージがぴったりあった見事なゴールでしたね。ちょっと今のはディフェンスはなかなか対応しきれないですね。マジファールない。よし、読んでた。先制ゴールが決まりました。これで主導権を握れますからね、はい、この後のゲームプランも立てやすくなりますし、チームにとっても大きな一歩ですね。そうですね、そこな。スペースへ。さあここでカウンター。え、ちょっと待って、キバダメか。スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。焦らなくていいと。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常に頭。いや、どうてメイソル。マジか。北澤さん、これ早かったですね。いや、すごいな。動きのある展開になりましたよね。これでまた分からなくなりましたよね。え、マジか。プレスを受けながらも相手カーソルチェンジ結構落ち着いてんの。いや、寄せられてましたけどしっかり決めてきましたよね。ボディバランスの良さっていうのがゴールにつながりますよね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。いや、この短い時間でよく取り返しましたよね、はい、このまま流れのシュート。ダメか。いや、奥だったな。ルンメニゲ、ドンピシャのクロスボールだったんですが、これは決まりません。ちょっとルンメニゲ見やすいからな、ポジション。取れませんね。フジョル。おし、なんで取れてないやん。こういうのが多いんだよな、せっかくさ。これ今のもシュートまでいけるか。せっかくこう好きっても通れてないんだよ。そういうの勘弁してもらいたい。縦へのボール、マテウス。マテウスへスルーパスを狙う。いけるか。ルンメニゲ。あー、でかい。マテウス砲ぶち込みたいんだけど、そのためのマテウスだから。勝たないとダメだぞ、この試合勝たないと。おし、ナイスナイスナイス。おっと、こぼれ球、シュートだ、シュート。ロマリオ、マシ、今の入れる流れ。持っていったんですが、これは決まりません。うーわ、あれ外しちゃったか。ただ裏を狙う、来たか、フリバリ。ここはカットします。
行け、ロマジオ。これはどうだ、フリーで受けた、シュート。あ、おー、ちょっと待って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 、おかしい、おかしいぞ、入れるだけでしょそれ。さあラストプレーになるのか、前半。うわ、ラストプレーだな、前上げ。ピルロがいないか、カンセルできろ。飛び込んだ。あー、ダメか。前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。見応えのある好ゲームです。いやー、あの1失点くらい、悔やまれる。さあ、前半を終えています。ここまでいかがでしょう。ちょっと待って、見直すか。いいか、ペースをしっかり作りながら、本当にお互い互角なサッカーをしていたんじゃないかなと思いますね。シュート数は打ててる。ルメニゲが全く予想がつきませんね。スタミナきついかな、ルメニゲ。1対1、同点で折り返しています。まあ、ムーバッペ、デニスローあたり入れるか。ホーランドワンチャンあるな。インシーニは絶対入れたいから。相手のフォーメーションどんな感じだ。 4-4-2 か。あ、ラスカエタ入れて、あれスタメンだったっけ。まあいいや。まあ1点取ってこ、とりあえず。アウェー側としては攻撃の形はできてますからね、後半も続けていきたいですね。カンセロからの長い縦パス、イニエスタ、今日の試合でアシストを記録しています。ちょっと待って、ちょっと待って、やばい。カウンターを仕掛けていきます。さあ勝負だ、あぶね。うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。理想的な形でラインの裏へ飛び出したんですけどもね、キーパーと1対1という場面でしたからね、これは決めたかったでしょうね。ああ、そっちじゃない。危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。取れた、いけ。さあカウンターを仕掛けます。裏のスペースを狙う、いいボールだ。ルメニゲ、ルメニゲ、マケレレ、このパスを受ける。あ、シュートフェイントミスった。うわ、取らないですね。スルーパスを狙う、ここは繋がりません。一個も引かないですね。うわ、高い守備を見せます。インターセプト。あー、マジか。これは合いません。デアラスカイ、ごちゃってるぞ。カスレイス、カウンターを仕掛けます。オッケー。あー、なんでパス出せない。ちょっと、いやマジ、なんで敵にパスする。そこハゼミーロ、ここはカットします。あ、ファンダイ、ちょっとな、ここスルーパス、カゼミーロへ、ジョアン・カンセロ、マーテウスへ、マーテウス。うわ、マジか。なんかす抜けてくる。さあカウンタースピードを上げたいところ。カウンター。スピード上がってきますよ。負けれれ。ここ。うわ、マジ通らないか。いや、通りでたと思ったら全攻めだったよ。これはおい、なんで。さあ繋がるか。あー、もうカットしたのにさ。スーパスを出す。ビエラ、ここはカットします。ビエラ、足長げな、おい。ちょっと待って。カシワレイス、カウンターを仕掛けていきます。いけマケレレ、さあカウンターを仕掛けます。さあ抜けた、なん
ちょっとちょっとなんかピヨってるぞ。さあカウンターのチャンスになります。カゼミーロ、ファンダイク、マテウスからルンメニが裏を狙っていきます。どうする、ロマー、オッケー、ロマリオ決まった、勝ち越し、オッケーオッケー、勝ち越し勝ち越し。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気にスタミナ、前線3人スタミナないじゃん。しょうがないな。ホーランドは入れよう。で、ムーバッペかな。デニスローにしとっか。勝ちたいぞ、この試合。ディビジョン3上がり。相手誰に変えるんだ。結構長考してるけど、あ、分かんないか、誰に変えるのか。スタメンをというかフォーメーションはいじってなさそうだけど、守備的にしといて。メンバー交代があるようです。1点をリードしてリスタート。カウンター、カウンター狙い。残り時間無理せず落ち着いてプレーしたいですね。クロスが上がると呼んでいた。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。セコショーマテウスからのデニスロー、ベースを使う。さあフリーだ、フリーだ、いけ、ホーランド、オッケー、決めたよく見てた、よかった、インパクト打たなくて。これがダメ押しゴールになるのか。やばい、足がつった、足の指つった。ゴールが生まれました。オッケー、一瞬オフサイドかなと思ったんですけどもね、飛び出すタイミング完璧でしたよね。シュートも落ち着いてますし、いいゴールでしたね。ホーランド監督のさ、シュート、うわ、決めた。油断してたわけじゃないんだけど、1点差まで追い詰めます。ちょっと時間稼ぐぞ、これは。美しいカウンターからのフィニッシュでした。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたね。あ、出すとこない。さあ柏はあと1点というところ、まだ急げばチャンスありますよ。もうそういうパス出す、ユカエルなんです。流れを止めます。ここは時間を使います。いけリュカ、さあ一気にカウンター。あー、なんでそうなっちゃう、危ない。アウェー側としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、対面でのホイッスルはまだかまだかという気持ちでしょう。おし、ラスト1点入れて終わるぞ。オッケー、終わった。ここで笛です。まあ、稼ぎと言われても仕方ないな。もうどうしても昇格したかったから。そしてサポーター、最高の、じゃあハイライト見て終わろう。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。アウェー側としては素晴らしい勝利になりましたよね。次のステージではまた強豪が待ってると思いますけど、どこまで戦えるのか、非常に楽しみなチームですよね。違うか、そうですね。ゴールシーンどこだ。スタジアムを興奮のルーツ部へと叩き込むという試合展開でした。イニエスタとルメニが2対2。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました、うん、本日の試合解説には、まあ完璧なゴールをお招きしてお送りいたしました。ただこれに似たシーン、カーンに1回止められてんだよな。昇格を決め、次のステージへと進めます。このコーナーキックきつかった。ムバッペか、打点高いな、ムバッペ。
コーナー使えるな、ムバッペ。ああ、これはだ全然ダメだ。多分これ外しちゃったの痛いんだよな。これ外しちゃったの。これもかな。さっきのイニエスタのパスみたいな。正面行っちゃった。ニアだったらねって感じ。これも。これが2点目か。イニエスタの。よく、よく入ったな、これ。で、3点目。ホーランドか。インシーネ・ホーランド。あー、よかった、これ。そのままニアズドーンしなくてよかったな。ここでき、うん、完璧。ただこのゴール失点がな、なんか悔しいな、この失点。キーパー操作したかったな、これ。はい、ってことで3対2無事勝利して、ディビジョン3上がれたんでね、また明日か分かんないけどやっていきたいと思います。2回目のディビジョン3リベンジってことで、またやっていきたいと思います。またよければ見てください。じゃあバイバイ。